さてちょうど1週間後の10月31日はハロウィーンです。県内の菓子店でもハロウィーン気分を盛り上げる期間限定スイーツが登場しています。中でも注目はこちら、今年のトレンドというモノクロスイーツ。気になるその味は、食べてくれなきゃいたずらするぞとでも言いたそうなお化けのデコレーションが可愛いスイーツ。さつまいも、栗、かぼちゃ、3種類の秋の味覚を滑らかなクリームで堪能できます。作っているのは松山市にある和栗専門店、罪深き栗。罪深き栗では県産の栗をふんだんに使った店名そのままの商品が人気ですが、今回は初のハロウィーンスイーツです。先週発売したばかりのその名も芋栗かぼちゃのいたずらモンブラン。罪深き栗に使われている鳴門金時のさつまいもペーストや上品な甘さの県産渋皮栗はそのままに、その上にはオレンジの部分がかぼちゃのクリームを使っております。紫のクリームが紫芋のクリームでできてまして、この黒い部分がモンブランクリームなんですけれども、それに竹炭を混ぜて黒く作っております。旬の秋の味をそれぞれ楽しめる商品になっております。このキュートなお化けと一緒にいただきます。クリームがすごく滑らかです。あのかぼちゃとお芋のこの甘さが確かに控えめで、すごくバランスが良くて上品な味わいです。この商品は今月31日までの期間限定で販売されています。そしてこちらは見た目のインパクト抜群、真っ黒なバラのケーキです。おととい発売したばかりの新作です。黒い正体はハロウィーンにちなんで竹炭で染めたゼリー。その中には四国中央市の新宮抹茶をたっぷり混ぜ込んだクリームチーズが隠れています。常に新しい商品をお客様にお届けできるように日々努力していますので、そういった中で今回黒のケーキというものに挑戦いたしました。今年は黒や白のモノクロスイーツが流行しているということで、黒いケーキは店としても初の試みです。インパクトがすごいあっていいなと思いました。ちょっと気になりました。思っていたよりも柔らかいです。爽やかな甘さで、あのこの黒い見た目からはギャップがある味です。また毎年人気の定番商品、今が旬の県産のかぼちゃをペースト状にしたかぼちゃプリンは、ハロウィーン当日31日までの期間限定の販売です。この菓子店では秋から冬にかけて旬の食材を使ったスイーツや濃い色のケーキが人気だということで、ハロウィーンに合わせたさまざまな商品に期待が寄せられます。見て楽しい、食べて美味しい愛媛のスイーツでハロウィーン気分を満喫してみては。